はい、お世話になります。トライジョンのボスです。いつも応援ありがとうございます。今回は先この間ご紹介したシート、ブレイクアウト用のシートとそれに合わせた、フェンダーリブ、フェンダーカバーのこう取り付けたのでご紹介で、もちろんジクランドハイドを取り付けていただいてます。これ JMCA の車検対応モデルです。こんな感じです。このブレイクアウト、この年のブレイクアウトのこの茶系のマットって、これかっこいいですよね。これに合わせた形で、シートと、シート乗りやすくなるシートとフェンダーリブをつけてます。ちょっと近づきます。まあこの色目ね、に合わせてヘビ革と茶色3色ですね、使って作ってます。このスラッシュカットは、このスラッシュの純正のこのイメージに合わせて、ほらこんな形で入れるようにしてます。ね、シートをつけるだけでね、こんなにイメージが変わるんですよね。前から言ってますけど、シートってその車両における、言葉で言った車両におけるシートの割合はやはりすごく大きいので、シートのカスタムってすごく重要だと僕は思います。こんな感じかな。でちょっとオーナー様から許可を得たので、ちょっとエンジンをかけてみます。今回ちょっとこう一人で撮るんで、マイクこれ外すかな。ちょっとお待ちくださいね。マイク外しますね。こんな形で聞こえますかね。でジクランドハイドを、音を聞かせてもらいましょう。オンしてちょっとエンジンかけます。これね、多分純正の状態よりも音が、ジクランドハイドの場合はつけた段階で音が静かに、これは純正の音よりも静かになる。エンジン音の方がタクタク取れてます。これがね、純正より音が小さいと思います。でそれをスイッチを押します。音が変わったの分かりますかね。これね、音が変わった JMCA のマフラーがいろいろあるんですけども、ジキランドハイドはのぶとい音になるんです。多分これね、音が割れてしまって聞こえなかったら許してくださいね。わかるかな。これがジキランドハイドの良さなんですよ。あのオールステンレスで製作されているので、ちょっと待って、音変えますね。わかりますか。ちょっとマイクつけます。多分この音であればマイクでも拾います。よいしょ。これね、聞こえますかね。これがジキルアンダーハイドの良さで、ジキルアンダーハイドはもともとこの鉄ではなくて全部オールステンレスで作られてます。この部分は全てオールステンレス、それも肉厚が厚いです。だから、あと触媒もキャタライザーっていうものも、通常日本のその、触媒が、まあ、値段も全部分かってるんですけど、入れられて、まあ、JMCA 取ってる分ともう全然値段が違います。このキャタライザーはとてもいいキャタライザーです。多分日本で同じものを買おうと思えば、数万円します。そのキャタライザーが入ってるのと、この、パイプの中の構造と、あとそのオールステンレスっていう形で、この音がこれぐらいの静かさが、ちょっとマイク割れたら許してくださいね。多分のぶとい音になるんですね。これはジキランドハイドだけだと思います。よくあの別の会社のこう可変のやつ、まあ今は JMCA じゃないんですけども、その分は、直下みたいになるので、大きい音になります。でもそれはともうジキランドハイドは全然違います。これが、ジキランドハイドの良さですね。ちょっと音を静かにして、
エンジンも切ります。ここが、違いですね。でこれでもちろん JMCA のプレートがついてます。もちろん E マークもついてます。こんな形です。まずジキルアンドハイドは全国のディーラーさんでお取り扱いしていただいていると思いますので、車検対応なので連絡ください。シートについてはワンオフ超えた色目のシートについては、もうそれも仲良しのディーラーさんやったらすぐ当社に連絡が入ると思うので、対応しますので、ご自分のバイクの、ね、色目に合わせたカスタムシートもいいんじゃないでしょうか。シートだけでここまでイメージは変わると思います。この立体感もいいよね、こんな形です。はい、いつも応援ありがとうございます。カスタムのことならいつでもご連絡ください。よろしくお願いします。